ネバネバ温度、こちらの曲もね、ご当地ソングでございます。茨城といえばやっぱり納豆でございます。粘り強くね、今だと免疫力アップアップでございますからね、さらに納豆をこよなく愛していただきながらね、でなおこの歌もちょっと口ずさみながらいただくと、さらに美味しい納豆がネバネバとできて美味しくいただけるんじゃないかと思います。最後にネバネバ温度いきたいと思います。それで少し踊り方をちょっと説明します。よいしょ、後ろに線があります。ネバネバネバホイサッサって聞いたことありますこの感じのフレーズが出てきますから、そこのとこ行きますね。ご飯茶碗でしょ、そしてお箸、お箸で大きく2回グリグリと2回かき混ぜて、そしたら横によーく2回もう1回混ぜて、それをビヨーンと伸びたら糸が伸びてるのを箸にくるくるっとこう絡げてもらうと、そんな仕草が入っております。やってみますよ、いいですか、せーの、ねえばねえばねえばほいさっさ。あら、糸が見えてきましたよ皆さん、上手じゃないですか。はい、そうで、ここの後に粘り角には福来たるっていうふうにあります。で、ここのとこなんですけども、マスクをしながらでもね、こう表情で私たちと一緒にアップップ大会ですよアップップみたいな感じでねやってきますので、もう変顔でいきましょうよし頑張ろうそんな感じでやってまいります。そりゃそんなことがありませんお姉様、はい、それでは最後にネバネバ温度元気に踊ってまいります。よろしくお願いします。はい、最後です。ネバネバ温度、お月様日立ち、はい、よいしょ、それ、はい、5本の指をしっかり開いて、グッパ、はい、グッパ、あ、グッパ、グッパ、グッパ、全力で混ぜます。混ぜてーパ、あ、混ぜてーパ、呼んで、呼んで、ほって、ほって、またほって、はい、それバネバネバホイサッサ、はい、アップップでアップ、いいですね、ちょっとちょあちゃっちゃちゃ、開いてちょ、もう一度開いてちょ、それネバネバネバホイサッサ、お月様、もう一回、はい、よいしょ、あ、グッパ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 、混ぜます、混ぜてーパッ、混ぜてーパッ、呼んで呼んで、掘って掘って、また掘って、そこ上手だよね、せーの、ネバネバホイサッサ、どこへ、アップップ、あちゃちゃちゃ、ご長寿長よ、よいしょ、お達者で、それネバネバネバホイサッサ、今日も日が昇る、よいしょ、あ、それ水戸の黄門様に、ほほー、我慢も勝った勝った、イエーイ、勝った勝った、イエーイ、勝った勝った、イエーイ、はい、押して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 、はい、開いてちょ、開いてちょ、お月様です、よいしょ、茨城でグッパ、笑いましょう、グッパ、グッパ、体も温まってくるでしょ、はい、混ぜてー、混
納豆がさらに美味しくなりそうですね。バッチリです、はい、そんなわけで1日、今日この曲が最後となります。